はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい、えー、なんと言うかね、えー、まあ、何かと話題な、エケと和水なんですけど、どうやら本当にもうそろそろね、えー、終了の兆しが見えてきたようです。はい、えー、終了の兆しが見えてきたようです。えーとですね、えー、まあ、原因はね、 えー、ウクガねエケがですね、エケがはい。エッケがね。はい。えー、いろんなね、ものをね、たかるんですよ。いろんな国に。はい。えー、ものちょうだい、ちょうだい。プッキーもちょうだい。食料もちょうだい。燃料もちょうだいって言ってね、たかってるんですね。はい。で、えー、ユのロうとかね。はい。アメちゃんは、もうね。 あげんのやめようかなっていうふうになってます。はい。もうね、もう、もういいだろうと。はい。え自分で何とかしてくれと。はい。えー、特にね、え U、ー、のローは、自分とこも大変です。はい。えー、エネルギーのね、キッキーとかって大変で、あげて、人にあげている場合ではなくなってきてます。はい。なのでね、もうそろそろね、これね、 あげんのやめにしようかねっていうお話し合いがされてるみたいですね、裏で。はい。えー、まあ、こうなるとね、やっぱりあれですよね、持ってる方が勝ちます。はい。当たり前ですけど、持ってる方が勝ちます。はい。で、まあ、支援がなくなったらね、影響はもうダメでしょうね。はい。まあ、なんて言うのかな、ある風水師さんが言ってたんですけど、 この、えけと和水ね、多分6月か7月ぐらいは、夏ぐらいにはね、もう多分えー、終わるんじゃないかっていう話してました。はい。えー、その代わりね、アジアにちょっとね、えー、火種がありますけど、はい。えー、それがね、えー、何にも起こらないように我,我々は祈るばかりです。はい。えー、アジアの火種はあ、一応言っておきますが、 あタイのワーンとね、チ、えー地位のー国のことではありません。はい。別の、全く別の国でございます。はい。まあそういうことです。はい。えー、なのでね、えー、まあ終わってくれればね終わってくれたでいいんですけどね。はい。あっち側ですからなんせね、えー、ことを起こしているのがね、えー、まあ、 まあ、終わったとしてもね、えー、もうエネの喫緊も終わるっていうわけではないんで、はい。えー、ここら辺ですよね。はい、問題は。えー、なのでね、えー、我々はね、本当に、あの、どうにかね、えー、まあ、節電とかね、節ガス、はい。いろいろとね、考えましょう。 私はね、1ヶ月に、えー、5キロほど、はい、5キロですね。1ヶ月に5キロほどね、炭、えー、を、はい、購入しております。はい、えー。今月も5キロ頼みました。来月も5キロ頼むでしょうということで。はい。こうやってコツコツね、炭を貯めております。はい、えー。七輪もありますしね。はい。えー、あと、キャンプのね、あのー、 なんていうのかなキャン、あの、バーベキューセットがあるんでね。えー、本当に高くなった場合は使おうと思ってます。はい。まあ、そういうことでございます。まあ、そんなわけなんでね。えー、和水とね、はい、エケのね、えー、まあ、争いというかね、そういうのがなくなっても、し、まあ、まあ、なくならないと思います。エネのね、キッキーの方は。なんせね、えー、昨日もね、 えー、ちょっと言いましたけど、アメちゃんね、えー、そういった天然のね、燃料ですね。燃料のね、掘削全部禁止しましたからね。はい。まあ、そういうことでございます。まあ、これら、これのね、えー、争いの原因ではないということがお分かりになるかもしれません。はい。まあ、そういうことです。 それではあ、こちらの記事もね、どっかにぺったんこってしておきますので、皆さん見に行ってください。どうぞよろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。